あ、皆さん、ニコニコ動画が復活しましたね。おめでとうございます。いやー嬉しい。いやー俺もう戻んないと思ってました、正直。もうニコ動はこれ終わったのかってね思いました。いや復活するとはな。いやでもまあまだまだ不安定みたいですけども、嬉しいな。なんかこれを機にまたニコ動ねブームみたいなの来てくれたら、俺ニコ動 やるけどなここに来てめちゃくちゃいいっすね。うん、いや嬉しいんだよなマジで。いやニコ動やってもいいけどな。ただ俺ニコ生はそんななんですよ、正直。ニコ生はそんな見てなくて、基本的にはニコニコニコ動でずっとランキングを見るっていうのを一生繰り返してた時代があったと。もう家帰ってあの郵便局のバイト終わってすぐ家帰ってニコ動のランキングチェックするっていう日々を送ってたって感じですね。で同じ動画ずっと見てました。だってそんなランキング更新されないからずっと同じ動画見てて、うん、まあ基本はまず東宝からっすね。東宝のランキングチェックして、でまあ歌ってみたかな。うん、まあ、あとゲーム実況。みんなさ、やったことないゲームのゲーム実況って見てんの？俺やっぱやったことあるゲームのゲーム実況ばっか見てたから。ああまあまあそれ青鬼とかその辺のは確かに見てたな。やってないけど。ポックさん、東宝っていろんなこと説明してくる2人組、やっぱもうゆっくりのイメージしかないよね東宝って。まあね、東宝はもう弾幕シューティングとか、まあその原作の方はね、あニコ動の場合はね、ニコ動の場合はやっぱ原作よりももう二次創作の世界ですから。ああだからずっと感慨深いですよ最近もう本当に。それこそね、仕事でモコーさんと一緒になったりとかさ、それこそズンさんとだって一緒になったりね、えいろんな夢か、ニコ動時代に出会ってた、あ見てたレジェンドたちにすげえ合ってるからな。うんこちゃんさんとは会ってないかな実は。多分会ってないと思います。うん、だからもう俺はもうニコニコ動画で流行ったものって全員知ってるっていう認識になっちゃってるから全然そんなことないっすよね。皆さん、太ももの後ろが筋肉痛とは違う変な痛みがあるんですけど、これって肉離れですかね。肉離れって耐えられない痛み、それはもう病院行った方がいいっすね。どこに相談して俺で解決しようとしないで、そのレベルは。ああ、そうだね、大石さんとは結構共演してるもんな。そう、ニコ動復活したんですよ。歌い手のイメージはさ、伊佐治さんはもうそうだね。あ、お若さんもね、確かにレジェンド級のねえ人にな、まあもうすでにレジェンド級ですけど、それこそねえハチさんとかそのレベルでねなってただろうな。不思議な137320円、ああそうです、不思議な薬流しました。でも誰も知らんでしょもう。だから俺はニコ動でだから俺ってすっごい複雑なのは、アニメもそれこそまあボカロも東宝とかゲームもあのニコ動由来なんですよ。だからニコ動で流行ったものが知ってるんですよ。だからよく結構このアニメの仕事とかいただけるじゃないですか。でも僕はアニメ
ってものをひたすら見てたんじゃなくて、ニコ動で流行ってたものをにアニメが知ってるってことなんですよ。これがちょっとすっごい複雑なんですけど、ボカロもなんだってそうです、歌とかも全部そうです、ゲームアニソンとかも。じゃあなんでこの曲知ってんのかって言われても、ニコ動で流行ったからとしか言えないんです僕。歌い手さんが歌ってるとか、だニコ動に関して、まあ、歌に関しては歌い手さんが歌ってたから知ってるなんです多分大概。ボカロもね、そう、情報が薄いんです僕だから基本的には。まあケモフレは見てましたちゃんと。でも見てるアニメももちろんありますよ、あ、そう、化け物語だったりとか好きだし。野田っちゃんミスチル知ってるだとてめえ、この野郎舐めやがって。じゃ広さはないですね。アニメに関しては逆に言うと、好きになったアニメはもう全部見ますね。ライトノベルも全部、うん、合唱シリーズね。まあ、ミコミコナースは2ちゃんのイメージだけどな。ミコミコナース、ミコミコナースでしょ。ドラマも見ないっすね。お、まあ、パン耳てめえこの野郎、サザンは知らないよなだって。この野郎。歌ってやろうかお前今度は。俺の白い恋人。